全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。18頭ほぼ揃いました。まずは先行争い。12番マルオリネル、すっと前に持ち出しました。17番ネックーザ、先頭に入れ替わります。その後は16番スノーボールドラム、14番スターレッドキング、好位をキープ。各馬1コーナーを目指します。1番人気10番ヌバッテ、この位置。これを見るように内側7番インディペンデンス、後ろに3番カエリー、外を抑えて15番リユーの友達、13番クナビックスター、この辺りが中段。内を抑えて9番マッカスズ、これから向こう上面に入ります。内から8番マジックソルト、少し差が開いて5番フラワーアイ、そのうち4番エニオセンブレム、内から2番冬の白愛。 1000m の通過タイムは59秒9、少し差が開いて1番ひとみプリンセス、これを見るように外側6番レースに勝て、続きまして11番カズライン、18番アツシゴールド、後方冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭はレッグーザ、後ろに14番スカーレットキング、16番スノーボールドラン、好位をキープ。各馬大欅の向こうを通過。1番人気ムバッテ、ここからどういった競馬を見せるのか。1番人気ムバッテ現在5番手、内から7番インディテンデンス、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線の攻防、レッグーザわずかにリード、レッグーザ頑張っている。400を切って先頭レッグーザ、その後スカーレットキング、レッグーザ先頭迫る、スカーレットキング、レッグーザ先頭、残り200を切りました。レッグーザ足色は衰えない。レッグーザさらに差を広げにかかる。レッグーザ粘る。レッグーザ先頭でゴール。勝ったのはレッグーザ、鞍上は古川奈穂騎手。レッグーザブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着ムバッテ、その後3着インディペンデンス。